ロ号の宿に泊まるとたった900円で宿泊先以外の温泉施設に3カ所日帰り入浴できるという湯巡りコースターの旅、2日目です。湯の方の中心地から離れまして温泉巡りできるということで向かっております。うわおい、結構きついなこの坂。着いたみたい。リゾートイン湯の号って書いてます。おしゃれな雰囲気の建物ですね。ペンションとコテージを構える温泉宿です。はい、ちょっとこれ、こんにちは。すいません、こんにちは。何年ぶりですかね。何年ぶり、もう久しぶりですね。知り合いですか。実はね、14年前に番組の取材でお世話になったことがありましてね。クリスさん変わってない。いや、前期はつらつ20代の頃ですよ。20代じゃあ、手紙入ろうよ。失礼します。いや、土俵入りならず露天風呂入りの話で男もさ、おお、ちょうどいい湯加減じゃないですか。そうですか。湯加減的にはそこでちょうどこう座れるようになっております。あ、なるほどね。はい、こちらこんな感じでいただいて、おお、結構こう立っててもこの辺はね、腰ぐらいまでですね、はい、疲れるぐらいの。あー、いやだ、いいですね。あー、なるほど。のんびり温泉っていうより稽古後の一風呂は気持ちいいな、ドスコイっていう感じですよ。ほら、で、新しい情報としては、はい、あちらの、はい、ちょっと木の向こうに見えておりますがあれが新しい、はい、お風呂を今新築っていうか作ってるところですね。作ってるところ、はい。3月1日には新しいお風呂もオープン。露天風呂からの眺めも良さそう。楽しみ。本当楽しみですね、うん、出ました。これですか。うわ、どうですか。カニがほらてんこ盛り。茹でたズワイガニの足が食べ放題の冬季限定コースです。茹でた毛ガニ1杯とカニの唐揚げ、グラタンなどもついてきます。嬉しい。うわ、いいですね。もうプリプリとパンパンですね。美味しそう。うわ、いかがですか。美味しい。美味しいです。美味しい。最高です。最高ですか。どうしてあのご主人と奥様はあのような大きな情熱をされているか。あのいつもされてるわけでございませんけど、今日はあの、60歳の還暦祝いということで赤いね、情熱をされていると。おめでとうございました。本当におめでとうございました。おめでとうございました。こちら女子サッカーなでしこリーグの岡山湯の郷ベルに所属している水島久美選手です。チームの活動をサポートするためリゾートイン湯の郷ではチーム結成当時から就職先として選手を受け入れてきました。神奈川県出身の水島選手は入団3年目、昨年はレギュラーメンバーとして活躍し、今年も中心選手の一人として期待されています。あのあちらで見てる試合に結構いろいろと、はい、教えてもらいながら教えてもらいながらという感じですね。いかがですか、こちらでの3年間っていうのは。初めての仕事職場なんですけど、すごい皆さん明るくてとても楽しいです。今年の、サッカー選手としての抱負を最後に返してください。今年は、まあ、3年目になるんで、去年よりももっとチームに貢献してチームとしてはまた日本一目指して頑張りたいと思います。今年も湯の郷ベルの応援をよろしくお願いします。ぜひ頑張ってほしいですね。応援していますよ。はい、水島選手頑張れー。